米国のマルちゃん、マルちゃんラーメン、ヌードルスープ、チリフレーバー、揚げ麺で粉末スープがついています。麺は細めの角断麺で輪郭ははっきりしています。希少感はありませんが、香りや食感がやや安っぽく、あまり自己主張しない麺です。スープは辛さが心地よいです。それもアジアの辛さではなく、中南米っぽい刺激です。旨味はやや人工的ながら適度に出ていますが、中抜けというかボディが弱いような印象で、ちょっと軽い味です。もちろんこれはおやつ代わりとかで気軽に食べるにはむしろ好ましい性質です。米国の即席麺でありながら嫌な乾燥臭さがないのはありがたいです。予想していた量にもよくできていました。